臼駅は北海道立市臼町にある北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は H40。電報略号は薄。1976年の臼駅と周囲約1キロメートル範囲。下が東室蘭方面。東駅より東野駅までは単線区間。比較的早い段階での貨物取扱い廃止が、 示すようにもともと取り扱いが少なかったためか、専用の貨物ホームを有していない。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地名より、地名はアイヌ語の牛コロオタンの牛の部分に由来する。単に牛に由来するとする別説もある。単式ホーム2面2線を有する地上駅。 かつては二面三線の配線であったが、中線は、おしゃまんべ方の線路が撤去され、横取り線となった。駅舎側ホーム中央と、反対側ホーム南側を結ぶ構内踏切がある。二面三線時代の配線は、左右裏返しにすると、長和駅とほぼ同じ配線であった。無人駅となっている。有人駅時代の駅舎は改築され、 内装には化粧張りやレトロな照明器具を使用し、外観は中央部の合掌部分に明かり窓を配したシンメトリーのデザインを採用した駅舎となっている。駅舎内にトイレを有する。東野駅より東駅までは単線区間、東駅より調和駅までは複線区間となっている。1日の平均乗降人員は以下の通りである。駅前の国道37号沿いに東南バス。 薄駅前停留所があり、東谷駅、東谷湖温泉、豊浦潮彩方面、伊達駅前、室蘭港、フェリーターミナル方面の路線が発着する。ありがとうございます。